おはようございます。どうも。今日はあの岩井テレビ火曜日分だな。いやー、やっぱり寒いね。2022年2月8日火曜日、矢沢50周年もうスタートしております。欲しいものはいつも誰かの手の中で輝いてた。眩しいほど悔しいほど。50周年もう始まってます。でこの間情熱大陸終わって、で、まあ、今からいろんなことボンボン出てくるんだけど、いや最近冗談抜きでさ、これ冗談抜きだよ、早く起きていろんなことしたい、いろんなことしたいと思うぐらい、なんつうのか、こう燃えてる。いやだけどこの暑く今年やったるでみたいな時、あれやるこれやってそれやってって、そういうこと考えるとさ、寝てる場合じゃないんだよね。バッと起きたらもう今日はこれとこれとこれとこれ全部やるよ。こんな幸せな男いますか。本当にそう思いますね。一発かけます。はい、ください。一応サインだけ入れとこうか。まあ、昔から結構ずっといろんなこと考えたりいろんなことやってたけど、まあ、やっぱこうやってね、次これやる、次あれやる、次それやるってことがどれだけ幸せなことなんだなってことは今はっきりわかる。皆さんよろしく。光だけで走った夕日が帰り道を照らす。